これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。ヘラクレス星の戦いでシンクラインを殺そうとしたアミュー姫は彼の逆鱗に触れた。姫は他の女たちと共に悪魔城の奥に追いやられ、まともな食べ物も与えられずにただただ死を待つしかなかったのである。食い物もろくに与えられていないのに相変わらず美しい脳をアミュー姫。うわっ、おのれ死の敵。その怒った顔もファーラ姫にそっくりだ。そうはいかぬ。私がファーラ姫を手に入れるまでその代わりをするのだ。アミュー姫とアロー王子は宇宙の放浪星ヘラクレスの王族の兄弟であった。その先祖とアルテア星のファーラ姫の先祖とは遠い昔より兄弟であった。二人がそっくりなのはその血がさせるもので、アミュー姫の悲劇はそこから始まり、シンクラインの慰み者となり、弟のアロー王子とは別れ別れになっていた。ひどい目にあって。しっかりして。姫、しっかりして。ありがとう。もうこんな仕打ちに耐えられないわ。見てるだけでもうたくさんだわ。だからってどうなるもんじゃないわ。脱走するのよ。そんな、何があなた気でも違ったの。そんなことしたってすぐ捕まって殺されるに違いないわ。脱走するってどうやって脱走するの。宇宙船を奪うのよ。でも宇宙船の基地まではかなりあるわ。誰にも見つからずに行けるとは思えないけど、私にいい考えがあるわ。
事だ。何？輸送船に燃え移る前に早く消すんだ。火を消せ。早く消すんだ。早く消すんだ。今だ。みんな急ぐのよ。皆の者、遠慮はいらぬ。どんどん飲んだり食ったりしてくれ。そして明日の活力にするのだ。アミュー姫が脱走しました。アミュー姫が？はっ、副官ゴブラ殿が今主力戦艦で追いかけております。おのれ、捕らえてめった切りにしてくれるわ。攻撃開始。撃ち落とせ。皆殺しだ。ガブラ軍が追いついてきたわ。捕まったらおしまいよ。姫め、助けを求めておるわ。アルテア製のやつがキャッチをすれば、ゴライオンのやつらが来るかもしれんな。このババにいい考えがありますじゃ。ゴブライオン。は。はよ輸送船に乗り込み、やつらを捕まえるのじゃ。は。女どもを一人残らず収容します。通信だわ。救助を求めている。ガルア星を脱出したのか。これを見たまえ。おそらくアミュー姫の宇宙船とガルラ軍団と思われる座標にヘラクレス星の方向よりもう一つの座標が近づいている。アロ王子の宇宙船だろう。彼らもキャッチしたんじゃないのかい。コガネ、一刻を争う。みんなゴライオンで出動だ。頑張るんだぜ。うん、あれは。あ、ヘラクレス星の宇宙船だ。アロ王子よ、きっと。アロ王子、聞こえるか。俺だ、コガネだ。ゴライオンの皆さん、聞こえます。約束通り、助けに来たぜ。ありがとう。
分かれてアミュー姫を探すんだ。断するな。行くぞ。プラットったらこんなところに。驚かすなよ。でっけえ声出して。いつの間にブルーライオンのコックピットに忍び込んだんだ。そうなの。奥さんのチチュールが皆さんのために役立てって。そいつは恐れ入ったな。かわいそうに寒さで震えてるよ。姫、なんとかしてやったら。わかったわ。さあ、ここへ入って。およ、俺もプラットになれてぇ。軍団に攻撃されたに違いない。かわいそうに。あれは。アミュー姫。姫、しっかり。ああ。腹姫を奪う良いチャンスじゃ。まんまと罠にはまったな。覚悟せよ。うわ、ネズミだ。キャー。どうした姫、何があったんだ。姉上、姉上ではありませんか。違うわ、これはきっとホネルバの変身よ。プラットが見破ったわ。何、どういうことだい。だって、ホネ、いやが何をしておるのじゃ。早くおっぱらえ。よし、さあ。姉上をどこへやった。お、くれ。どこへ。その声はシックライン。現れたな、ガルラメ。アミュー姫、この二人を無事に返してほしくば、ファーラ姫が一人で我らのところへ来ることだ。何、人質と姫と交換ってわけか。バキュー、そんなことできるわけねえだろ。二分だけ待つ。二分待ってこなければ二人とも命はない。アミュー姫とアロー王子が助かるならば、二人は私の妹や弟と同じなのです。二人のためならシンクラインのもとへでも。そんなことを姫にさせるわけにはいかない。
どうしたファーラ姫、間もなく時間だ、潔く出てこい。猛烈な吹雪になるな。よし、俺に任せろ。姫はシンクラインのところに行くんだ。おい、ティグ、一体どういうこっちゃね。いちいち説明している時間がない。さあ姫、行くんだ。え、小金、シンクライン、これから姫がそっちへ行く。お前の方も同時にアミュー姫とアロー王子を釈放しろ。そうか、そう怒鳴らなくとも分かっておる。ファーラ姫、来てはダメです。来るな。行け。いいの、下手な小細工をしたら二人を殺す。姫、できるだけゆっくりと歩いていくんだ。分かったわ。止まってはならぬ。少しでも止まれば二人の命はない。早く来い、もうすぐ憧れの姫を抱くことができる。姫が騎士隊ケルレスラーでゴライオンを倒すのじゃ。ほう、姉上、しっかりしてください。姫と入れ替わるんだ。王冠ヒーター、オフ。よし、今だ。ファーラ姫、早く美しい姿を見せるのだ。ボカンヒーターオン。宇宙の悪魔ガルラメ、全宇宙の人々に代わり倒してやる。シンクライン、覚悟。おお、貴様は怖ねえ。シンクライン、貴様を地獄に送ってやる。おい。地獄に行くのは貴様の方だ。ゴライオンは巨大獣人キルレスラーの攻撃にもはや壊滅寸前。お前も一緒に死ねい。うわっ、ハル王子。さあ早くゴライオンのところへ。皆さんが巨大獣人の攻撃に苦戦しています。さあ、ここは僕たちに任せて、皆さんのところへ行ってあげてください。行ってください、一刻も早く。父と兄の仇討ちは立派に果たしてみせます。バカなことを言うな。こいつら君たちが倒せる相手ではない。君たちこそここは俺に任せて、ファーラ姫のところへ。おのれ、父と兄の仇たっ。お前ごときに倒されるものか。うわたっ、覚悟。ほっ、うわっ。来るんだ。姉上。
よし、これで合体できる。オライオン、合体。アロー王子、助けて！アレウェ！コガネたちにはアロー王子を慰める言葉もなかった。そして今更ながら悪の執念を思い知らされるのである。アルテアの兄弟星の運命はいかに。そしてゴライオンが悪を倒すのはいつの日か。さて次回はアルテアの砂漠に咲いた綺麗な毒の花。姫の命が危ない。その毒を消す薬は敵のアマゾン星にしかないのだ。黒金はただ一人その星へ向かってゆく。次回、幻の宇宙花、お楽しみに。